海自の護衛艦加賀の空母化改修工事がそろそろ終盤に入ろうとしているようです。そして F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まることになります。この F-35B 戦闘機の配備先は宮崎県の新連原ニュータバル基地と決定したそうです。今回は護衛艦出雲、加賀での F-35B 戦闘機運用について見ていきたいと思います。世界情勢が刻々と変化する中、戦闘の在り方にも変化が訪れています。無人機、ドローンによる攻撃が成果を上げ、導入を図る国が増えつつある現在、有人の F-35B 戦闘機が今更必要なのかという疑問の声が大きくなっています。もちろん日本の無人機導入も着々と進んでいるのですが、将来本当に次世代戦闘機が必要なのか、未だに混沌とした状況へ向かっているとも思われるのです。2022年12月現在、海上自衛隊が保有している艦艇の中では、最大規模を誇る出雲、型ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、加賀の2隻の改修工事を行い、固定翼艦載機を搭載、運用する計画を段階的に進行中です。F-35 ライトニングには、艦載機としては、第5世代戦闘機に入ります。アメリカのロッキード・マーチン社製で多々あるタイプの中で、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機とする方向で準備を進めているようです。これによって、日本は1945年、昭和20年、太平洋戦争敗戦後、初めて航空母艦保有が基礎されていることがわかりますね。F-35 ライトニング2戦闘機について、日本では、空自が、通常滑走路使用の A 型を105機、B 型を42機、計147機を購入する計画となっていて、すでに、その分の予算が確定しています。147という数字は、今のところ本国アメリカに次いで、世界2番目に多い数になっているそうです。F-35 ライトニング2に関しては、本国アメリカ以外の使用例は少なく、F-35 ライトニング2すべてのタイプを数えても、合計調達予定数100機以上の国は、日本とイギリスくらいしかないそうです。次がオーストラリアで72機ということです。それほど、アメリカとの結びつきが強いということを証明しているような事実で、複雑な古文になる人もいるかもしれませんね。あるいは、思いやり予算の他も見ついでるのか、と感じる人もいるはずです。イギリスの場合は、クイーン・エリザベス級航空母艦に2隻、その1番艦で、ネームシップのクイーン・エリザベスと、2番艦プリンス・オブ・ウェールズの艦載機として、F-35 の B 型のみが調達されているそうです。2015年前後に、イギリスは F-35 ライトニング 2B 型の調達予定数を最大38機ほどで計画していたそうですが、最近は値段が高すぎるとストップがかかったため、数を大幅に減らした48機購入する可能性が現実味を帯びてきたと言われています。こういったイギリスのような当初計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国は、程度の差はあるにしろ、似たような状況と見受けられます。この転換の背後には、経費の問題だけでなく、今後は、ヨーロッパで過去のような形の戦争が起きる可能性は、限りなく低いだろうという判断があったと、推測されます。そういった考えが大勢だからこそ、イギリスを含む、多くのヨーロッパ西側諸国は、最大の仮想敵国ロシアという見方を変えることはありませんでしたが、従来の戦闘機、艦艇、戦車、火砲などの兵器数は削減する傾向が強くなってきたのです。しかし、2022年2月、
世界の状況が一変する出来事が起こってしまいました。ご存知のように、2月24日、ロシアが突然、ウクライナへの軍事侵攻を開始したのです。21世紀の現在、大国が他国へ手前勝手な理屈で攻め込むという蛮行が起きるとは、世界の多くは想像していなかったことでしょう。プーチン大統領が始めた戦争は、未だに終わりが見えません。ロシアのウクライナ侵攻により、地理的にも、ロシアに近い旧東欧諸国のポーランドを筆頭に、陸上戦力について、大幅な増強を再開する国も出てきました。ロシア・ウクライナ戦争という、非常事態の発生を受け、ドイツやイギリスなども、軍事費の増額を政策として打ち出しました。と言っても、イギリスが F-35 ライトニング 2B 型の再調達に動くかどうかは不明です。それでも、イギリス海軍のクイーン・エリザベスを含む空母打撃群が、万一に備えて北海に展開していると報じられました。同艦が就役するまでは、保有が途絶えていた航空母艦をイギリスは有効活用していくのではと思われます。航空母艦クイーン・エリザベスなどの空母打撃群はイギリス海軍所属ですが、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型はイギリス空軍所属です。管轄が違うんですね。もっと言えば、クイーン・エリザベスはアメリカ海兵隊の飛行隊も収容することもあるのです。甲板の共用ということになりましょうか。この理由としては、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型だけでは、クイーン・エリザベスなどの空母打撃群に必要とされる容量に不足があるということ、今後の同盟国としてアメリカとの連携を深めていこうという側面もあると推測されます。当然、アメリカの強襲揚陸艦でも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められていますが、アメリカの場合、艦艇は海軍、艦載機は海兵隊と所属する組織が別です。このことが F-35 ライトニング2戦闘機の性質を物語るものということでしょう。日本でもイギリスやアメリカの F-35 ライトニング 2B 型運用方式と同様の方法が行われる予定になっているそうです。つまり、出雲、片越艦は海上自衛隊、F-35 ライトニング 2B 型は航空自衛隊所属ということでの準備が進められています。このような指揮系統なども含めた運用体制は危ういのではないかという意見があるそうです。というのは、海上自衛隊は今までは敵潜水艦への対潜哨戒、つまり探知発見を中心とした任務を想定していたはずですし、航空自衛隊は対艦攻撃を主眼に置くわけですから、この二つの想定は相入れない、矛盾するのではないかという不安です。これがアメリカ軍であれば、ワスプ級やアメリカ級といった強襲揚陸艦に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として使用できますし、輸送機として MV-22 オスプレイを運用する体制が整っています。この MV-22 オスプレイは、アメリカ海兵隊用のティルトローター機として有名ですが、胴体が従来から使用していた回転翼機で、中型の CH-46C ナイトと比べれば、圧倒的に効率的な機体ということでも知られているそうです。オスプレイと聞くと、沖縄などで幾度となく墜落事故を起こした機体と連想する方も多いと思いますが、従来の CH-46C ナイトに比べると、移動速度は約2倍、作戦行動半径も約4倍、兵員搭載量は約2倍、貨物積載量でも約3倍相当の能力があると言われる優れものとされています。この MV-22 オスプレイを使用しているからこそ、アメリカの強襲揚陸艦が
迅速で強固な補給体制を構築できるわけです。同時に、作戦遂行能力を著しく効率的に発揮できるとも言われているのです。一方、日本の場合ですが、出雲、潟子栄冠を回収して航空母艦化したとしても、空自にはオスプレイのような機体はないので、物資や人員の大量輸送を担うことは事実上、困難と思われます。陸自は、V-22 オスプレイを、2021年度末で、9機保有しています。しかし、今後も、空自は、独自に、こうした機体調達を行う予定はないそうですから、その連携も、必要になってくると考えられます。そうなった場合、出雲、潟子栄冠等の艦艇は、海自、F-35 ライトニング 2B 型等の艦載戦闘機は、空自、V-22 オスプレイ等輸送機は、陸自と、すべての所属が異なることになるので、指揮命令系統の一元化こそ、真っ先に求められるものでしょう。陸海空の3自衛隊にまたがる、連携の必要性を考えると、その調整の困難さが想像できますが、尖閣諸島等南西諸島防衛という厳しい現実を考えた場合、どうしても横断的運用の実現は喫緊の課題と思われます。ただしあくまでも試験ですが、航空母艦化改修中の出雲、潟子栄冠2隻と艦載機 F-35 ライトニング 2B 型に運用についてあまり多く要求するのは、無理があるのではないかと思います。出雲、潟子栄冠は、2009年、平成21年、8月末に提出された、次年度の防衛予算概算要求で、建造が計画され、海自としては初めての固定翼機運用も、視野に入れながら設計されてきたもので、わかりやすく言えば、実験艦という役割が大きいのです。2008年時点で出雲、潟子栄冠には、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する能力を視野に入れていたと、海自内部では言われていたようですが、当時は、政治的にも、日本が航空母艦を保有することは、タブーとされていました。ですから、海自独断で、こうした決定を下すことはなく、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を考えながら、重量や大きさに対応できるエレベータや飛行甲板の使用を盛り込んだということは評価すべきと思います。航空母艦化改修が終わった出雲、潟子栄冠は、F-35 ライトニングの艦内への収容数は10機プラスアルファと言われるので、決して多いとは言えません。しかし、固定翼機を運用する艦艇のテストなのだと考えると、こういった状態は致し方ないとも感じられます。